川西西米川西西米昭和22年11月19日は日本の実業家。川西財閥の創業者。慶応元年大阪で生まれる。明治29年神戸の実業家27人を発起人として日本経織を創立。明治32年加古川沿岸に工場を建設して毛布製造を始める。戦時景気で軍用毛布等の売上が伸び距離を得た。 明治40年兵庫電気軌道を創業し、神戸と赤市、姫路を結ぶ、電気鉄道を開業。大正2年日本ケイト防疾会社を設立、大正7年日本ケオリと合併。昭和ケイト防疾、強立モスリン、採用比較、神戸キートなど、多数の関連企業を設立し、カーニシ財閥を形成した。一方で、航空関連事業にも見せられ、 1917年、中島区兵が起こした飛行機研究所に出資。しかし金銭上のトラブルから出資を引き上げ、1920年に自前メーカーを目指して川西機械製作所を創業した。また、1923年国内で3番目の商業航空事業会社である日本航空株式会社を設立する。川西機械飛行機部は後に、 カ西ニシ空機として独立した。日本羊毛工業会会長、神戸商工会議所会頭を務めた。ありがとうございます。